CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日も日本人を考える小松先生と共にお送りしていきたいと思います。小松先生、よろしくお願いします。はい。はい、今日のお話はですね、はい、アカル姫という方が主人公で、はい。伝説があるんですね、このアカル姫伝説というね。はい。はいはい、でこの方は、先ほどお聞きしましたら、大体国譲りの時の出雲族のお姫様ということですね。ですから、まあ、こちらの方にいた、はい、出雲系の人たちのお姫様、はいはいはい、この方がどういう人生を歩まれたんでしょうか。これはのだから、新羅の王に嫁ぐわけですね、その時の、この日本の一族が、はい、まあ、前も言いましたように、まあ、海の目と鼻の先である新羅の王のところに、はい、まあ、嫁ぐんですね、嫁ぐわけですね、はい、で幸せに行ったんかというと、暴君やったから嫌になって逃げて帰ってきたという話なんですね。はい、はい、一旦こっちの本土から嫁いだけれども、はい、逃げてきた。どこに逃げたんですか。はい、大分に帰ってきたんですよ。大分。ヒム家族のところに逃げてきたんですね。はい。この当時別に、まあ、まだ、国譲りの乱が起こってないんです。はい、なんで乱があんまり起こってないかというと、神武天皇が統制した時に和議を結んだでしょ。はい。和議を結んだ時は、慶光天皇ぐらいの御代までは、神武天皇と出雲族っていうのは、大和で、二つの大和と言われたんですけど、かなり和議してたんですよ。はい。仲良く行けてたんです。その時の大分の辺に、例えば、アカル姫が、まあ、帰ってきたと。はい。いうことで、まあ、その当時は、よくある話ですけど、奈良盆地も湖やったと。はい。で、この大分のところも湖やったと、山に囲まれてるね。で、そこのほとりに、アカル姫がいたという伝説のところがあるんですが、はい、これが、新羅の一団を連れてですね、そこにおったわけですよね。はい、嫁いだ先の、自分の、まあ、言ったら、側近たち。付き人を連れて。付き人でも、まあ、たくさんおったらしいですよね。はい、で、船団を組んで、何個かの船団でここに住み着いてたんですが、はい、と、その、新羅の王の、いわゆる気象をよく知ってるから、はい、新羅の王は必ず、執念深いから必ず追っかけてくるというので、はい、常に恐れながら生きてて、それで、もう一つここにおったら必ず来るからということで、ちょうどここを、ちょうどその瀬戸内海をルートにして、安住地方、長野県の方まで入っていくんですね、ここからずっと。そこまで行ったらもう追っかけてこないだろう、ね、うん。こういう伝説なんです。はい。ね。そして安住氏の安住氏という今、いわゆる後に武田信玄に至るところら辺までですね、諏訪の狼もそうですが、そこの基盤を築いた神様の姫神なんですね、はい、これが、うんうんうん。はい。で、その時にちょうどこと同じくして、それが年代が同じになるかどうかっていうのはこれちょっと調べないとわからないんですけど、同じような伝説で、じゃあ新羅の王は追っかけてきたのかと。はい。追っかけてきたんですね。で、どこに来たかというと、田島守といってね。はい。国譲りの時に、この大国主が隠居して力がなくなった頃、これも何回も同じこと言いますけども、その当時に、どのように国譲りがなされていったのかっていうの、一番重要なポイントに、雨の日母子という神様、はい、これ、唐国の王と言われてるんですね。これ重要な田島、今、田島地方を制圧したんですが、はい、大和朝廷から、いわゆる、この大和朝廷の方ですね、はい、こっちの方から、そこを制圧する、いわゆる出雲に入りたかったんですね。自分の嫁さんを来てへんかと、はい、帰ってきてへんかと言いに来たわけですね、大船団組んで、はい。で、来てへんって言ったわけですね、はい、まあ簡単に言うたら来てへんと。で、ここはおれへんよっていう話になって、じゃあ横に行ったと。それ追い出されたという話になってんねんけど、こっち入ってくんなと。はい、そこでちょっと停泊させてくれて、済ませてくれって言うたのを断られたということになってるんやけど、で、横へ回った。この田島地方やったわけね。で、今の豊岡の田島ですよね。はい、で、田島地方にそこに住み着いて、うん、はい、それで、戦うわけ、出雲族。そこも出雲族やったから、もののべ出雲族やったから、はい、それと戦って、それを追いやって、はい、田島地方を一国を安堵するわけ、はい。その時に田島地方を安堵してくれて、一番嬉しかったのは、実は大和族なんです。なんでですか？丹波寺って言って、出雲に通じる道。はい、要害が4つあった。丹波寺とかね、はい、九州に、つくしに行くやつとかの、東北街道とかも、街道、要害が4つあるとした、はいはい。この4つの道を指導って言うんですよ。はい、ここに将軍を建てた。はい、坂上田村とか昔おったでしょ、ああいう将軍を建てた。はい、それが指導将軍って言うんです、昔は、はい。これが重要な攻めていくための軍隊なんですね。はい、で、その丹波寺っていうのは重要だったんです。なんでかというと、こっちから全部武士が入ってくるから。はい、ここ取りたかった。うん。それ、出雲を通してはなかなかまたここにまた介入していくことになるからやりにくい。はい。だから、田島取ってくれたら、はい、田島経由で行ける。はい。でしょ？
それで田島はもともとこれも機内一円をやっていた賑早日の聖域やってるけども、はい、これはあの田島森のところを田島森としてその時のこっち側の天皇とおそらく結んで取ったんです、うん、出雲族を追い出した。そんだけ軍隊の力が強かった、はい、白木族ね、はい、でこれも佐野の末裔ですわ、はい、だからもうそこまで行くとここでいっぱい侵略してきてみたいな話になっていくんやけど、はい、これ末裔ですわ、うん、でそれはどうも明る姫の旦那がそれを探しに来たという話と合うんですわ、そこへ、うん、来たのが時期的に。そう、はい、で唐国の王子がそこに住み着いて、うん、柑橘系日本にはなかったみかんみたいなものを持ってきて植えた、はい、だから橘門っていうのがあるでしょ。門に橘っていう門があります。橘氏っていう氏もあります、はい、これはあの白木系ですわ、間違いない。うーん、だから門どころ見るとよくわかるんですよね、はい、そういうことであのいわゆる明る姫の伝説から何が言いたかったかというと、白木族がそこに入ってきて、はい、そこからこの、 あの山岳信仰の佐野がやってきた山岳信仰のそういうところと合流していくわけです、はい、で兵力としてものすごい強かった卑弥呼族っていうのは、うん、当然百済を後に滅ぼしての話やからね、はい、だから兵力として強かったから出雲族をそこから追いやったというような形で、それがどん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 とあの出雲という今の地方にちっちゃくなっていくんですね、はい、稲葉の白うさぎの時は、今は鳥取になってますけど、稲葉地方までもだんだん併合していってた。そこの時はもう、国譲りのところらへんまで来ると、はい、卑弥呼が入ってきたりして、それは制圧されていったということで。うん、はい、で、その時に、まあ、時はちょっと同じくするかどうかなんですけど、安住に行って安住族になった明る姫の、はい、その末裔たちの中に、もともと、後の武田信玄の一族が出てくる。はい、この祭りが、祭祀の仕方が、よく似てるんですね。うん、で、卑弥呼の、今はこっち入ってきた白木系の祭祀の仕方とそっくりなんですね。うん、だからこれ物の部っていうのも元々は、はい、物の風の始まりですわ。はい、物の風って言われたら武士で物の風って言うけども、うん、物の部っていうのは物のいわゆる武士のを司る物の部、はい、今のまあいわゆる防衛省みたいなものですね。ね、で、はい、後々にはそれが物の部になっていくというふうに考えてくれたらいいんですが、はい、その物の部も元々白木族の関係なんですけど、そこの関係を元々あった物の部と言われた関係の中からその白木族の卑弥呼がやってきて追い出していくと。で、奈良の、そこからちょっと奈良に飛びます。奈良っていう、今の奈良ですね。はい、そこからずっと丹波寺を通って奈良に出てくる、この機内一円というところが、もう元々は賑早日が治めとった、これは佐野の息子に当たると言われてるんですが、治めとったところの賑早日の勢力が弱まってきたところに卑弥呼が入ってくる。はい、うん、だから今の磯の神神宮っていうのは、卑弥呼族の祭り方をしている。祭り方をしてる、はい、でそこは 何をやってるのかというと、うん、御霊沈め、はい、いわゆる徳佐の神だから、その中に当然剣もあるわけですね、うん、で部族として非常に強かった一族がこの白木族と卑弥呼族であって、はい、これと今の明る姫が、安住族になったところら辺で全部考えていくと、山岳信仰のところと今の山岳信仰という山の民とこの海の小内の民とっていうのが、はい、だんだんここら辺で覆ってくるわけです。融合してくるわけです、だんだんと。はい、今、まあまあ、さっきの説では別れだということなんですが、はい、だんだん融合してきて、おそらくこの辺から、その日本の融合文化が分かりにくくなっていく。うん、しかし、そういうルートで実際に、雨の卑弥呼が入ってきたことから、雨の卑弥呼の力が、俺、ここから先まだなくなっていくんですよ。はい、それは山岳信仰に残っていくんですが、このようにして、山の民と海の民が融合していく。その時、この、明る姫の姉と一緒にこっち側に来た一族と、で、こちらと卑弥呼族と、はい、ヒムカ族が組んで田島を取ったことによって、またこの海の民と山の民のこの融合ができていくわけですね。はい、で、どんどんここで一つの融合ができていって、はい、お互いに、まあ、一族間の筋合いとか、そういうものが薄くなっていくんですね。はい、で、後にというか、この、あれです、国譲りの時に、竹南方という武力の神さんが出雲にいたんですね。はい、で、これは力自慢の神さんで、はい、で、まあこの天孫系にはここに鹿島灘っていうのが九州にはありますけど、うん、鹿島にいた一族で、鹿島今は千葉に行って鹿島神宮になってますけども、はい、ここの鹿島の神竹三日月という神が戦って竹三日月が勝つんですね。はい、両国、国技館に書いてますね、その絵がね、剣の上に座ってるというね。でそれで投げ飛ばされた竹南方がもうここから出ませんからって逃げていった里が実は諏訪、安住地方なんですね。うん、だそこでそこに頼っていったというのも何にも意味がなく行ったわけではないんですね。だこの時点で元々の諏訪の方が統制した頃の出雲族にはもう東北の手前ぐらいまではもう及んでるわけです。はい、
実際にね、うん、そこで山岳の民族と海の民族はもうかなり今融合してきてる、はい、だからこの時点ではおそらく元々のスサノオが大国主が作った力関係のあの縮図が中で入り混じって、うん、おそらく、3分の2と3分の1ぐらいにはなってきてる、はい、この3分の1がおそらくこの大和朝廷側が握っていった、はい、和議をしていったところじゃないかと、うん、はい、で歴史的な時代においてはおそらく雨の日ぼこ何年になるかな、あれおそらく今からね、歴史的な時代、ちょっと僕もちょっと定かになったことは言えませんけども、あの、雨の日ぼこの説を調べてもらって出てきますけど、雨の日ぼこが、あの、入ってきた、唐国の王として入ってきた年代、奈良時代ぐらいになるかな、おそらく。はい。そのぐらいから、あの、かなりの融合が始まっていくんですね。うん、それまではもう、山岳の陰に隠れた民と、表側に出た民の二つに分かれていた。で、ここからは、この、もう融合に入っていってる。なるほど。というのが、この今の、あの、アカルヒメ伝説の中に出てくる一つの逸話を持って確かめることができるということです、うんうんうん、ちょっとだから今日のお話も何百年かにわたったお話が一回の中にはあって、はい、相当わかりにくいんですよね、はい、ですからこのアカルヒメは国譲りの時のお話ですよね、はいはいはい、時期としては、はい、そうですね、でその後に、ね、まあ追っかけてきたのが雨の日ぼこ、雨の日ぼこ、はいはい、それちょっと時期的に後なんじゃないんですか、だからね、ここ。それは定かではない。そうが定かではない。だからそれがもしね、そこを時代を合わすか合わせないかというのであればね、僕はその、いわゆる明るい夢の伝説で、明るい夢という人がその逃げてきた、しかしその時にすぐに、あの、白木の方が追っかけてきたのではなくて、時代を後にして、あの、それに会いに来ている。その時にまあこっちで内乱があったりしたのかもしれないし、王子との物事があったのかもしれないけれども、まあ着手がここへ逃げてきている。それが雨の日ぼこである。これは唐国の王として、あのもうちゃんと祀られているわけですから、はい。それが後の山岳の武力、いわゆる兵法の武力としては、ものすごく力を発揮したのが、その日ぼこ族の一族なんですよ、はい。これものすごく部族として強かったんでね。だからその田島を取れたんですよ、ね、はい。で、それと明る姫は絶対に関係があると僕は思ってるんですよ。時代をいつにしても、はい。明る姫にすぐに旦那さんが追っかけてきたんじゃなくても、必ずこの明る姫がここから安住へ行ったことによって、これはこっちの表側の伝説としましょうか。裏側の伝説として、向こうからその必ずそれを母親を頼ってきたのか、旦那様が追っかけてきたのか。これは明る姫と白木族っていうののつながりをはっきり示す、伝説だなというふうに思うんですね。ですからまあ、国譲りの時は、はい、出雲系の人たちが、まあ、裏舞台、今山の方に。そうです。ね。で、こっちの、海洋系のね。海洋系の人たちが、まあ、はい、中枢に行ったと、うん。でもそれは何百年か経って、はい、奈良時代、飛鳥時代になる頃には、また融合していくんですね。はい、そうと。融合しないと、これにならないですから。はい、大きく忘れにならないですからね。で、まあ、その中でも、やっぱり大きく3分の2ぐらいは、大和朝廷の方が力を持っている。いやいや、その時はまだ出雲族の方が裏側で力を持ってたと僕は思います。なるほど。だから、慶太天皇の御代には、出雲族から天皇が立つんです。はい。その時はむしろ天皇という天皇やったんです。うん。どの部族から全てを、あなたになってくださいという人を選んだら、みんながうまいこと言うかいのを、みんな選んで天皇というのを立ててきたんです、もともとは。ね、あの、万世一系というのは、あんた次に皇太子殿下がというんじゃなくて、誰かをという、はい、これも歴史見たら分かりますよ、うん。暗殺されたりするわけですから、はい、で。どこの部族の一番この国にとっていいと言われる人を天皇に押し立てるかということが重要やって、慶太天皇の御代には、出雲族からなってくれということをみんなで信条したという。慶太天皇が2代ぐらいはおそらく、出雲族からなってます。うん、そこで神武天皇の血は切れてると言われてますからね。そこでまた御代はガラッと変わるんです。はい、そんなことをやり出し、その話し出すと、もう3、4時間経ってわからない。そうですね。そこはそことちょっと置いといて、今言ったように、この明る姫伝説の時ぐらいに、ちょっと時期的に、ひぼこ族が入ってくる。これもちょっとスパンを1000年ぐらいか、何百年としてもいいですね。はい。その中で見た場合に、ちょうど国譲りから、奈良時代、飛鳥時代ぐらいまでの間に、山の民と海の民が、おのずと融合していった。というところに、この明る姫、ひぼこ、いうところら辺で来るわけです。はい。山岳信仰にまだ脈々と残ってる出雲信仰があるわけですよ。はい、出雲族のね、うん。そういうことです。はい。はい。はい。わかりました。今日、はい、だんだんややこしくなってますけども。はい。今日のもだいぶ年代飛んでますから、はい、まあ、イメージとして捉えないと、年代合わせようと思うとおそらく合わないです。そうです。はい。僕でも頭の中で合いませんでしたから。はいはいはい。はい。でも、そこを柔軟に、まあ、何代かにわたって、そういう変化があっただろうというふうに捉えたらどうだろうかという一つの説であるということで。はい。はい、まあ、今日はまとめたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。
CGS をご覧の皆様に公開収録のお知らせです。次回の公開収録は、こちらに上がっております。この日程、この会場で行ってまいります。今回も力いっぱい頑張ってまいりますので、ぜひ皆さんたくさん、お越しになってください。よろしくお願いいたします。